イリジウムの代表的な有機化合物である、バスカ錯体水素化反応の触媒である、クラブトリー触媒高触媒として使用される IR-3IR412 炭素に結合した IR-3 の異性体イリジウム錯体の一種で、あるオキソトリメシチルイリジウムの構造有機イリジウム化合物は、イリジウムが炭素との結合を持った有機金属化合物の総称である。 有機イリジウム化合物はオレフィンの水素化や酢酸の工業的合成に重要である。また適用できる反応範囲が広いことからファインケミカルにおける合成など学術的にも注目を集めている。イリジウムは旧属元素の中の第6周期元素で白金属元素の一つにも分類される。有機イリジウム化合物は同じく旧属元素で 第5周期元素かつ白金属元素の一つにも分類されるロジウムが持つ特徴を多く持っている。これに対して、旧族元素の第4周期元素で、白金属元素ではないコバルトの特徴を有機イリジウム化合物はあまり多く持っていない。イリジウムは3以下から V 以下までの酸化数を取り得るものの、イリジウム化とイリジウム化が天然に多く存在する。 イリジウム化の化合物は平面四角形分子構造化三型両水系分子構造を取るが、イリジウム化の化合物は八面体系分子構造を取る。イリジウム化の削体はドデカカルボニル4イリジウム IR412 を単位とする二元カルボニルである。RH412 と異なり、すべての CO 配位子が単一の IR 原子に配位している。この違いは、 FE312 と RU312 の違いに似ている。よく知られた例としては、バスカ作体がある。イリジウム化作体は均一系触媒だが、バスカ作体はそうではない。バスカ作体は触媒する反応の幅広さが有名である。他の作体としては、IR2CL22、クロロビス2両体、ウィルキンソン触媒の類似体である IRCL3 があり。 オルトメタル化が進行する。RHCl3 とアイルシエル3の違いがイリジウムの酸化的負荷のしやすさの原因になっている。同様の傾向が RHCl2 とアイルシエル2にも見られ、後者のみがオーニア H2 に酸化的負荷する。オレフィン錯体であるクロロビスに状態やシクロオクタジエイリジウム塩化物に状態はアイルシエル源としてよく用いられ、 アルケン排子の反応活性を向上させたり、水素化によりそれらへの感受性を高めたりする。クラブトリー触媒 3PF6 は、アルケンの水素化に幅広く用いられる、均一系触媒である。IR には CEO 排子の一つが光によって、解離することにより CH 結合に酸化的負荷する。ロジウム化と同様に、イリジウム化もあまり多くは存在しない。 2カのイリジウムの例として、イリド線がある。ロド線と同様、イリド線も、室温で二量化する。イリジウムは、商業的には、スリーカもしくは4カの酸化数で販売されていることが多い。イリジウム塩は、水和した塩化イリジウムや、ヘキサクロロイリジウム酸アンモニウムの形で、販売されている。これらの塩は、CO、水素、アルケンなどによって還元される。 下に示したのは塩化イリジウムのカルボニル化である。アイルシェール 3X3CO、IR2CL2CO22H、CLH2O 多くの有機イリジウム削体が、ペンタメチルシクロペンタジエニルイリジウムに塩化物に、両体から合成できる。多くの誘導体が、速度論的に不活性なシクロメタル化配異子である。関連する反ハーフサンドイッチ化合物が、CH 活性化に、 大きな役割を果たしている。3を超える酸化数のイリジウムは、同じ酸化数のロジウムよりは、一般的に存在する。それらは大抵強い肺異子状を持つ。よく引用される例としては、オキソトリメシチルイリジウムがある。アイカの有機イリジウム作体は、エポキシドの C を結合に酸化的付加し、解裂して、ケトンを与える。クロロ排異子を含むイリジウム作体に、 第2級アルコールを反応させると、アルコキシド錯体が生成する。これを、摂取95度でトルエン中で反応させると、ケトンとイリジウムヒドリドが生成する。また、アミド錯体の場合、加熱することによって、イリジウムが脱離し配移していたアミンに対応するイミンが生成する。これらの反応は、反応中間体として14電子の錯体ができていることがわかっている。 また、アミド錯体の反応においては、CH 結合の切断が、立足段階となっている。スリーカのイリジウム錯体からの β 水素脱離も、報告されている。この反応は、錯体が18電子を持っていて新たな範囲ができない、ため、イリジウムによるプロトンの引き抜きから始まる。その後メタノールとクロロハイイシの水素結合ができる。有機イリジウム錯体は、多くの場合メタノールを、 カルボニル化して酢酸に変換する過程は法で用いられる。2、フェニルピリジンのシクロメタル化誘導体などの錯体が輪廃性有機発光ダイオードに利用される。この反応はフォトレドックス触媒に類似している。イリジウム錯体は直接水素化と水素移動反応の両方において高い活性を示す。この不正反応は広く研究されている。 多くのハーフサンドイッチ型化合物が抗がん剤になる可能性があるため研究の対象となっている。関連する作体として二酸化炭素を疑酸塩に変換するための電解触媒がある。研究機関などでは CH 活性化の触媒として注目されているものの商業的な利用はされていない。ありがとうございます。